あ、そうなんだ。ありがとう。うん。やっぱ、あれが良かったのかな。ひななと作ったやつ。届いてる？ときめき電波。私、みんなのこと考えるとドキドキが止まらないんだ。ドキドキプロバイダー、朝倉徹。無限のときめき、定額制でお届けします。言ってないよ。冗談。でも、いい言葉だよね。無限のときめきが定額なんてさ。